いや、ハロー、どうも、ベンチです。まあ、今回はスターウォーズ関係なので、スターウォーズっぽい格好をしてます。まあ、ここにストームトルーパーもいます。この前、コントローラー壊れましたよね。新しいの買ってきました。もうさっきからずっとここにあるんだけどさ、こちらです。デュアルショック、ダース・ベイダーエディション。もちろん普通のよりは高かった。俺、いとこから、衝動買いのプロって呼ばれてるので、あ、今回もプロ意識が働いちゃいましたね。普通のより3000円ぐらい高いです。衝動買いのプロが一つ教えましょう。衝動買いをするときは、後悔をしないのがポイントです。それができるかどうかがプロへの第一歩です。何を語ってるんだ、私は。まあ、それでは早速開けていきましょう。よいしょー。おー、本体はちょっと置いとこう。とりあえず飛び出た説明書ですね。おぉ、ダース・ベイダー書いてある。あとなんかスター・ウォーズっぽいデザインになってますね。なんかスター・ウォーズバトルフロントのソフトのなんかのカードが。だから高いのかこれ。なことはどうでもいいんだ。本体を見よう。パカリ。ブドゥーン。すんごいテカテカしてる。すんごいテカテカしてる。もう毎回俺新品落とす人なんだよね。マイク落とした気がする、確か。うーわ、何これ、何も貼ってないよね、これ。めっちゃテカテカしてんの、これ。わかる、このテカテカ感。何これ。ほら、わかるかな。これぶっ壊れた黒なんだけど。え、これ新品だから。え、違うよね。ほら、こんなにテカテカしてんの。ああ、そうだよね。ダース・ベイダーのヘルメットをこれ再現してんのかも。こういうのではないもん。そういうのこだわってるのいいね。まあ、ボタン押した感じは普通のコントローラーですね。まあ、新品なんで若干押した感じが。まだ新しさを感じます。ないと思うけど何かあるかもしれないからちょっとプレイしてみましょうか。はい、じゃあ繋げてみまーす。よ。お、オッケーオッケー。普通だね。やっぱ普通だね。結構普通。なんかここの光り方が違うのかなとかも思ったんだけど、まあ普通だったね。というわけで今回は、デュアルショックダースベイダーエディションとなんか変なのがついてたということでした。これだけでゲームが遊べるのかわからないんだけどね。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。